これができないとやばいです。足足できない原因です。ながらストレッチ足足して腰痛と座骨神経痛解消する方法。やり方間違えると全く効果ないから最後の注意点まで必ず見てください。椅子に座って片足を乗せます。そのまま前に倒れるとお尻が伸びるんですが、注意点が3つあります。しっかりと骨盤を立ててから前に倒れること。骨盤を寝かせたまま前に倒れても全く効きません。二つ目、上に乗せた足の膝をなるべく外に開くこと。三つ目、息を止めずに吐きながら前にゆっくり倒れること。30秒痛気持ちいいところでキープすること。下半身太りの悩む女性の 90% はお尻の筋肉が硬くなってます。理想の柔軟性は膝がしっかり真横まで倒れて、骨盤立てたまま前に倒れて胸が足につくことです。体が硬くて骨盤も全然立たないし胸が足につかない方も大丈夫です。毎日1回、1週間ぐらい続ければ必ず変化が出ます。早く足足したい、ベッドの上でやりたい方は概要欄の動画を見ると1回変化出るのでおすすめです。